こんにちは、ウォッチ買取応援団団長です。本日はビジネスシーンでも使えるミリタリーウォッチおすすめ5選ということでお送りしてまいります。ファッション同様、ミリタリーデザインの腕時計は非常に人気の高いジャンルです。多くのブランドから数えきれないほどのモデルが発売されています。今回はその中からビジネスシーンでも活躍できるものとして選出。ミリタリーウォッチというと丈夫さ、防水性能、クロノグラフなどなどですね、求められる性能が多いのでゴテゴテと大きくなりがちです。スーツに合わせて使うには大きいものが多い。今回はその点も踏まえてですね、大きいながらも使いやすいものということで、または十分な機能がありつつも小ぶりなもの、このあたりでチョイスしております。そしてもう一つ重要なことがあります。これはですね、つけていて気持ちが高まるものということで5本チョイスしてみました。本日も最後までゆっくりと楽しんでいただければ幸いです。それでは行ってみましょう。憧れの時計は遥かに遠く、ゆえに私たちはどこまでも。男の夢、紳士の癒し、理想の時計を身につけた理想の自分に出会える場所。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。さて、では本題に入る前に、ミリタリーウォッチとは一体何なのかということについてお伝えしていきます。そもそも実用腕時計というものが登場したのは19世紀末のこと。戦場で軍人が使うために作られたものが始まりです。当時は貴族の装飾品として作られていたもの以外、懐中時計が主流でした。しかし戦場で懐中時計を見るという行為は、出し入れの際にタイムラグが生じたり、見ている時は片手が不自由になってしまったりと、とにかくリスクが大きい。そこで懐中時計のケースにラグを溶接し、そこにベルトをくくりつけて腕に巻いたことが始まりとされています。その後20世紀に入り、航空機の発展とともに市販品が登場。さらに鉄道や自動車の普及とともに、さまざまな機能を持つ腕時計が登場していったという流れになります。なのでミリタリーウォッチというのは、腕時計としては初期の初期、時計を腕に巻くという文化の先駆け的な存在なんですよね。そして今回のテーマは、ビジネスシーンにもおすすめできるミリタリーウォッチということなんですが、実はビジネス系のファッションアイテムってミリタリー発祥のものがとても多いんですよね。例えばネクタイは17世紀のクロアチア軍の正装、ブレザーはポーランドの騎兵隊の隊服、トレンチコートは第一次世界大戦でイギリス軍が使用したレインウェア、カーディガンもイギリス軍ですね。そして諸説ありますが、スーツの原型も軍服なんだとか、軍服の襟を倒して首元を開いたものがスーツの始まりと言われています。ということは、実はミリタリーウォッチこそビジネスウォッチとしての正解なのではなかろうか、そんな風にも思えてしまいますよね。さて、ではここから本題に入っていきましょう。ビジネスシーンにもおすすめのミリタリーウォッチご紹介していきます。まずはビジネスに使える海軍用の腕時計から、おすすめモデル2本ご紹介していきます。1本目はこちら。1950年代よりアメリカ軍用の腕時計を作っているブランド、チューダーより、ブラックベイ P01。P01 は1960年代後半、アメリカ海軍とともに企画されたコードネーム、コマンドーのモダナイズのモデル。2019年のバーゼルワールドで発表された新作モデルです。実際に戦場で使われることはありませんでしたが、1960年代当時のアメリカ軍が求める課題をクリアするため、様々な工夫が凝らされています。最も特徴的なのは、ブレスレットの付け根部分をカバーするエンドリンクというパーツ。このパーツ、ベゼルにも重なっており、誤回転や脱落を防止する働きも担っております。と、機能的に要件を満たすためのものではありますが、結果デザインも唯一無二になっていますね。P01 と同じデザインのものはもちろん、似ているものすら存在しない時計になっております。皆と同じような時計は嫌という方にもおすすめできるモデルですね。こちらケース径は 42mm、防水性能は 200m、パワーリザーブは70時間、メーカー定価は43万3400円です。フェイスは無骨なミリタリーですが、ベルトは滑らかなブラウンレザー。ビジネススーツとの合わせも容易なのではないでしょうか。続いてマリーンウォッチ2本目はこちら。世界最古の時計ブランド、ブランパンより、フィフティファゾムズマチスカーフ。1953年、フランス海軍潜水部隊用に開発されたフィフティファゾムズ。ロレックスのサブマリーナとともに世界初の回転ベゼル付きダイバーズウォッチとして知られるモデルです。
ブランドの公式資料によるとサブマリーナよりも1年ほど早く発売されたのだとか。世界最古の時計ブランドが作った世界最古のモダンダイバーズということですね。それだけでも十分に語れる時計なんですが、加えておきたいのは海の環境保護にも真剣に取り組んでいるということ。現代のビジネスの基本ともいえるサステナビリティ。今さえ良ければいいという考え方ではなく、これから将来にわたっても良い状態を保つという考え方。ブランパンは多くのダイバーたちと連携し、その活動を支援、海洋保護に貢献しています。かの有名な世界初の生きたシーラカンスの撮影、南アフリカで3人のダイバーがチャレンジし、見事成功したミッション。深海の生態系解明に大きく貢献したこのミッションの支援を行ったのもブランパンなんですよね。さて話を戻しておすすめモデルです。バチスカーフというバリエーションで1956年に追加されたものです。文字盤は数字を使わず、よりシンプルで見やすい仕様として追加ラインナップされたものですね。現行モデルは2013年に発売されました。通常のフィフティファゾムズよりも飾り気が少なく洗練された印象。全く無駄のない本格ダイバーズウォッチ。これ単体でも十分にビジネス感あるんですよね。軍用ベースでありながら非常にエレガントなデザインです。 T シャツ&ジャケットスタイルにこいつを追加することでぐっと大人な雰囲気を演出してくれます。こちらケースサイズは小ぶりで使いやすい 38mm、 防水性能は30気圧、パワーリザーブは驚異の100時間、メーカー定価は103万4000円です。ハイスペックのままケース圧 11mm に収めている点も素晴らしい。さすがスウォッチグループが誇る最高級ブランド。続いて陸軍用ルーツに持つおすすめモデルご紹介していきます。アメリカ軍用として有名なブランドハミルトンよりハックウォッチの後継モデル、カーキフィールド。ハックウォッチというのはリューズを引くと秒針が止まる機能を有した時計のこと。かつてアメリカ軍がチーム全員で時刻合わせをする際、ハックという掛け声を使っていたことに由来します。そのハックウォッチを祖とする時計ですから、カーキというモデルがガチのミリタリーウォッチであるということをお分かりいただけるかと思います。とはいえハックウォッチが作られ始めたのは第一次世界大戦真っ只中の1917年から、そこから100年以上経過した現在、カーキシリーズはミリタリーテイストでないものも多くラインナップされるようになりました。デザイン的にビジネスシーンで全く違和感のないものもあります。例えばこのカーキフィールドオート、ブラックの文字盤にシンプルな形状のケース、絶妙なシェイプでブレスレットへとつながるラグ、そして3連コマのシンプルなブレスレット、このあたりはビジネスウォッチとして定番ともいえるデザインなのではないでしょうか。しかし文字盤内よく見てみるとフィールドウォッチっぽさを残しており、またベゼルも薄すぎないんですよね。リューズも大きく作られており、アウトドアでの使用もしっかりと想定されたものとして仕上げられております。ミリタリーを上手に隠し持ったビジネスウォッチといったところでしょうか。こちらケースサイズは 40mm、 防水性能は10気圧、パワーリザーブは80時間、メーカー定価は92,400円。ハミルトンの時計、相変わらず値段を見てびっくりしますね。コスパ良すぎです。さて続いてはビジネスに使えるアビエーションウォッチ、空軍由来の空の時計2本ご紹介していきます。まずはこちら、パリ発祥のブランドブレゲよりタイプ21。時計の歴史を200年早めたと言われる天才時計師アブラハン・ルイ・ブレゲが創業したブランドブレゲ。驚異的なスピードで数々の複雑機構を世に送り出し、ヨーロッパ中の王侯貴族に愛されたことで知られる雲上ブランドの一角です。そのブレゲがフランス海軍の依頼で1950年代に開発したモデルがタイプ20アエロナバル、タイプ21の原型となるモデルです。1950年代というと当然初代のブレゲの死後ですね。世代でいうとひ孫の時代になるわけですが、実はブレゲというブランド、初代ブレゲ亡き後は目立った功績がなく徐々に衰退、1870年からは休眠状態に陥っています。その後本格的な復活を果たしたのは1970年のこと。なので1950年代というと休眠状態だったタイミングなんですよね。なぜフランス空軍はあえてこのタイミングでブレゲに軍用時計の製作を依頼したのでしょうか。ここには2つの理由が存在します。まず1つは初代ブレゲのフランス海軍での実績。初代ブレゲ、1800年代初期にはフランス海軍省認定時計師という称号を得ており、軍艦に搭載するための小型高精度時計マリンクロノメーターを製作していました。
この功績、公式のブランド史においても残されておりますから、フランス軍の記録にもきっと残っていたことと思います。偉大な功績は後世まで語り継がれ、100年以上経過したタイミングにおいても、またブレゲの名前が上がるというのはごく自然な流れなのではないでしょうか。そしてもう一つはというと、これ意外や意外なんですが、創業者ブレゲのひ孫、ルイ・シャルル・ブレゲ、この方なんと航空黎明期に活躍した人物の一人です。1907年に近代ヘリコプターの前身であるジャイロプレーンという乗り物を発明した人物なんですよね。1911年にはブレゲアビエーション社を設立し、第一次世界大戦にはフランス軍の軍事力に大きく貢献したとのこと。つまりブレゲ一族、時計における実績と航空機における実績、どちらも持っていたんですよね。こんなブランド他にあるんだろうか。天才の一族はやはり皆天才なんでしょうね。さておすすめモデルですが、タイプ21、いくつかのバリエーションが存在します。主要モデルとなるのはブレゲらしい複雑機構、フライバッククロノグラフでしょうか。ただビジネスウォッチとしてそこまでの複雑機構必要かというと、まあいらないでしょうね。それと機能云々の前に、さすがに複雑機構ともなるとケースサイズが大きくなってしまいますから、それも懸念点として上がります。ということで、ビジネスシーンで使いやすいのは最もシンプルな3カウンターのクロノグラフモデルかと思います。こちらケースサイズは 38mm、 防水性能は 100m、 パワーリザーブは48時間、メーカー定価は112万2000円です。さてラストですね、こちらになります。航空クロノグラフのパイオニア、ブライトリングより新しくなったクロノマットをご紹介。クロノマットの誕生は1940年代、世界初の航空計算弱付きクロノグラフとして登場。その後1950年代には後継のナビタイマーが登場したことで、その系譜は一時的に途絶えました。そして皆さんご存知のクォーツショック、1970年代は機械式時計の需要が激減し、ブライトリングは窮地に陥るわけです。でここから現在は見事に復活しているわけですが、ここのストーリー、公式の記述ではないところで興味深い話題を一つ。それはブランド復活の際、その立役者がナビタイマーとクロノマットであったということ。どういうことかというと、まず復活に必要だった資金、これを捻出したのがナビタイマーだったんです。ブライトリングはナビタイマーの技術を売りに出し、そこで得た資金をもとに道を切り開きました。そしてクロノマット、1950年代のナビタイマー登場以降、長く作られなかった伝説の名機を蘇らせることに。この経営判断、鳥肌ものじゃないですか。ナビタイマーは人気モデルでしたから、その権利はきっと高く売れたことでしょうし、クロノマットはクロノマットで伝説の名機ですからね、それを復活させるという動きはまた業界の注目を集めたことでしょう。クロノマットというモデル、実はこうしたビジネスとして面白い背景もあるんですよね。まさに今回のテーマにぴったりな時計なのではないでしょうか。2020年の新作モデルは、かつて使われていたルーローブレスと呼ばれる特殊形状のブレスレットもいいですね。デザインもよりアーバンテイストに進化し、普段使いもしやすいものになっています。こちらケースサイズは 42mm、 防水性能は 200m、 パワーリザーブは70時間、メーカー定価は97万9000円です。以上、ビジネスにも使えるミリタリーウォッチおすすめ5本ご紹介してきました。ちなみに最後にご紹介したクロノマットなんですが、最近 36mm というモデルも追加されています。機能はクロノグラフではなく三振デイトなので、あまりブライトリングっぽくなく、ミリタリー感も薄いんですけれども、ビジネスウォッチとしては使いやすいこと間違いなしかと思います。こちらも注目モデルとして最後に付け足しておきます。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。今回の動画いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。毎日更新を目指して頑張っていますので、次回も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。それからツイッターもやってますので、ツイッターのフォローもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。